地下鉄1日5万人の増客目標達成に向け取り組むためのキックオフイベントが京都駅地下ポルタにて開催されました。京都市では地下鉄1日5万人の増客目標達成に向け取り組むため本年5月を地下鉄5万人増客キックオフ月間と位置づけ活動を開始しました。その皮切りとして消防音楽隊による演奏で幕を開けたこのイベント、角川市長は挨拶で1日5万人増客という目標は達成困難な目標かもしれません。しかし達成困難な目標を掲げ市民の皆様のご理解とご協力を得ながら動いていくことこそが重要と考えます。地下鉄は環境に優しい素晴らしい都市の装置であり京都市の財産です。現在は借金を抱えている状況ですが、これをしっかり返済しながら安定した経営を行い、未来への贈り物として次の世代に引き継いでいく、そのためにもっと市民の皆様にもご利用いただけるよう市バスも含めた利便性の向上に努めますと述べました。この後、角川市長による地下鉄5万人増客キックオフ宣言が行われ、舞妓さんやマスコットキャラクターのエコちゃんたちと共に地下鉄に乗ろうとキャンペーンを繰り広げ、地下鉄の利用促進を呼びかけるチラシを配布しました。